抵抗ペンギン。国民全員から結婚反対されるとどうなるのか。お前ら大変だ。どうしたんですか上司。本日我が社の社長令嬢が急遽お見えになり、全従業員に大事な話があるとおっしゃられたそうだ。本当ですか。お前たちも急いで舞台設営を手伝うんだ。そうか。どうしたのペンギン。いや、なんでもない。とにかく会場へ急ごう。ただいまより某企画社長のご息女様より全従業員へのお言葉を賜りたいと思います。それではよろしくお願いいたします。皆様ご機嫌よくしゃってるや。開幕寒いギャグ吹っ飛ばしてきますね。寒いとか言うな。あの挨拶ギャグは社員に大人気なんだ。みんないつも笑ってるんだぞ。それ疲れすぎてツボが浅くなってるだけじゃ。まずはお父様の会社を支え日々業務に励んでくださる従業員の皆様に心よりお礼を申し上げますわ。お礼の言葉より給料をよこせ。言葉じゃ飯食えないんだよ。給料あげろ。ヤジ飛ばすな。本日お集まりいただいたのは私個人に関わることで皆様にお伝えしたいことがあるからです。自身についての話？何の話でしょう。アイドル活動についての話じゃないか。社長令嬢はアイドルなんですか。社畜くん知らなかったの。社長令嬢はブラック企業の娘を48人集めた国民的アイドルグループ BKK48 のセンターなんだぞ。何ですかその押しにくいグループは。話したいこと、それは私はこの会社で働くペンギンさんと結婚を前提にお付き合いしているということです。祝福される。ねえ、さっきの話は本当なの。ああ本当だ。今までどうして何も言ってくれなかったのさ。うちうちにという彼女の要望があったからだ。社長の娘の上にアイドル活動もしてるしな。あとお前らに話したらベラベラ喋りそうだし。そりゃ話すよ。僕の知り合いは社長の娘の婚約者だぞって周りにオラつけるし。あと週刊誌にもアイドル熱愛って情報売るね。ほんと期待を裏切らないよなお前。それにしてもまさかペンギン様があの方と懇意にされていたとは。ああ、今までの数々のご無礼をお許しください。私上司はペンギン様の結婚を全力で祝福する所存でございます。わかりやすいへりくだりですね。ペンギン様苦痛舐めます。ブルルルルル。プライドどこかに忘れてきたの。でも逆玉だし上司の気持ちもわかるな。なんか無性に腹が立ってきた。ペンギンぶん殴っていい。こっちは道徳忘れてる。あんな陰銀無礼なやつがご息女様と結婚だと。そんなこと絶対に許されん。なんとしてでも破談に追い込まねば。バッシング。おはよう。なんだこれは。誰かのいたずらでしょうか。ひどいですね。結婚やめろ、ご息女と別れろ。これ社長令嬢のファンの仕業ですかね。社内にも外にもファンがたくさんいるし。そうかもね。大変です。ペンギン様どうしたんだ。すぐ廊下へ来てください。こちらです。ペンギン様。ペンギンは皇帝ペンギンじゃなくアデリーペンギンなのを隠している。結婚やめろ。分類関係なくない。しかもその情報公式発表してるし。あとはペンギンの母は知り合いから食料を無心しておいて返さない。国民的アイドルとたかが獣畜生が付き合うな。だってこの嘘つきペンギン、どうせ次期社長になりたくてご息女様に近づいたんだろ。無垢なご息女様をもてあそぶなんて。今すぐ結婚を取りやめろよな。ああペンバイ、仕事に戻りましょう。ああ うわ、ネットの掲示板でもファンから誹謗中傷の嵐だ。昨日の社員に向けての発表もすぐに外に漏れちゃったみたいですね。国民的アイドルだからな、反発があるのは当然だろう。ねえペンギン、本気で結婚するつもりなの。パンダさん、何を聞いてるんですか。だって社内の人に応援されないどころか一般の人からもバッシングされてるじゃん。身分が釣り合ってるようにも思えないんだよみんな。失礼すぎますよ。でも社長令嬢を知る人はみんな思ってるよ。俺もパンダの言う通りだと思う。だが俺は本気だ。彼女と一緒になり幸せにしたいと思ってる。だから誰かに反対されても俺たちの意思は変わらない。そう、でも僕は君の結婚には反対するからね。どうしてですか。だって一人勝ち組になるのはずるいもん。足を引っ張りまくって何としてでも逆玉を阻止しないと。お前の本音それかい。はい、もしもし。わかりました。どうしたのペンギン。社長が今すぐ会って話がしたいらしい。悪いが少し行ってくる。あ、はい。上司、今の様子だと。ああ、あれはきっと破談になるな。ザマーミラクスペンギンめ。手のひらくるくるすぎますよ上司さん。結婚延期。すまない。
俺が不甲斐ないばかりに結婚を延期することになってしまって。私は大丈夫ですわ。それより本当に海外に行くんですの？ああ、俺がこの国にいるといつまでも社内の人やファンから反発を受けてしまうからな。でも、それに海外で社長やみんなに認めてもらえるような実績を作ってくるつもりだ。君には寂しい思いをさせてしまうが、少しだけ待っていてくれ。もちろんです。では行ってらっしゃいませ。こうして俺は海外へ転勤したのだった。今日からしばらくの間、ペンギンは海外社に転勤することになった。その分お前らがしっかり働けよ。ペンギンもよくやるよね。もう諦めたらいいのにさ。本当にな。このままじゃ俺の仕事が増えてしまう。ペンギンがいないと僕たち大変ですもんね。先輩、ご息女様、まだペンギンとの結婚は諦めてないらしいぜ。悲しいよな、あんな奴にたぶらかされて。ファンもペンギンが結婚相手にふさわしくない、不幸になるって話してんのによ。ご息女様もさっさと目を覚まして別れればいいのにな。あれのことは忘れなさい。お前もそろそろ新しい道を。私には心に決めた方がもういますので。まだ諦めていないのか。あれはお前と住む世界が違うんだ。結婚してもろくなことにはならんぞ。けれどそれでも私はペンギンさん、私今の状況が続いたらもう耐えられないかもしれないです。俺も同じだ。これ以上君を傷つけたくはない。やはり私たちは住む世界が違うから別れた方がいいんでしょうか？そうだ、俺たちが幸せになる方法が一つだけある。だがそのためには君に大きな負担をかけてしまうかもしれない。大丈夫です。私はペンギンさんと一緒にいられればそれだけで十分ですから。そうか、ありがとう。決断。本日は私たちの今後について皆様に改めてお伝えしたいことがあります。まずはじめに、私ペンギンは某企画を退職いたします。まあ当然だよね。決断に時間かかりすぎだろう。そして同じく私ですが、アイドルを引退します。そして先日お父様と親子の縁を解消し、社長令嬢という肩書きを捨てることにいたしました。はあ？これで荷物は全部だな。ねえペンギン、これでよかったの？二人で決めたことなんだ。俺は彼女の肩書きなんてどうでもいい。ただ寄り添って生きていきたいだけなんだ。だからこの場所にいる必要はない。そう思ったから二人であの決断をした。そっか、そんなに晴れやかな顔してると引き止めづらいな。パンダ、これ選別にあげるよ。うまく使ってよ。ありがとうパンダ。これはもしかして？うん、僕が隠して少しずつ貯めてた。しがった。はあ、あげたんだからやっといてよね。パッと押したい。それでさ、終わったらその書類届けに来てよ、ここにさ。まったく、気が向いたらな。ねえねえ見てよペンギン、ホワイトカラーはもう家に帰ってるよ。羨ましい限りだな。今からでも公務員に転職できないかな。この愛嬌を武器にしてさ、次回公務員になるとどうなるのか。お前なら保健所には入れるかもな。え、やったー。野生動物として。で、ここはどこなんだ？さあ、俺ちゃんにもさっぱりです。本物だ。誰だよ、あんた。私はあなたたちの大ファンです。ファン？つまり俺と付き合いたいってこと？言われてないですよ。皆さんにはこれからクイズに答えてもらいます。よくわからないが、クイズなんて楽勝だろ。やってやりますよ。確か動画に出てたような。微妙に思い出せねー。残念、不正解です。消えた。あの帽子女、シディはどこにあった？さあ、次の問題はもっと難しいですよ。果たして何人が私の元にたどり着けるでしょう。楽しみです。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。